どうも、ラモーンと申します。本日もよろしくお願いいたします。今回もリクエストいただいている選手を作成していこうと思います。今回も引き続き、ドカベンの選手を作っていきます。作成するのは、トノーマ。トノーマを作っていきたいと思います。作成する能力はこちら。能力の指定は特になかったんですが、自分の記憶と、いろんな記事を見て考えました。トノマも最終的にちょっと変わる部分はあるかもしれませんが、この辺を目指して作っていきたいと思います。見た感じ、ミートと総力で守備がいるんで、一番作るのが難しそうだなっていう感じがしますね。だからひょっとしたらちょっと下がる部分が出てくるかもしれませんが、できる限り今この乗せる能力を目指して作っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。じゃあ作っていきます。この辺は後で変更します。で、オリックス。顔はこれでいきたいと思います。フォームはとりあえずこれでいっときます。じゃあ作っていきます。これでトノマでドカベンの選手4人を作ったことになるんですが、リクエストをいただいているのは4人しかいないんですけど、あと1人、ほほえみさん太郎という、キャラクターがいるんですが、そちらの選手はリクエストをいただいてないんですけど、4人作ったんで、どうせなら、ほほえみも作ってしまおうと思って、多分次の作成するのはほほえみになると思います。1人作らないっていうのもね、ちょっとかわいそうな感じもあるんで、せっかくなんで、次は、微笑みを作っていきたいと思います。それで一応ドカベンの5人衆は終わりということになります。微笑みも非常にいい選手なんで、結構強い選手になると思うので、そちらの方もまたよろしくお願いします。よし、OK。じゃあ、能力合わせていきます。はい、ということで、トノマ、完成しました。能力は最初に言っていた通り、ほぼほぼ近いものになったと思います。ミート左右 S の91、パワー E の40、走力 A の80、補給スローイング S の95、肩力 D の50、疲労回復 C の60、で守備適性はもうマックスにしました。で特殊能力が、怪我しにくさ C、バント A、チャンス C、走塁 B、盗塁 A、大舞台、アベレージヒッター、チャンスメーカー、存在感、意外性、固め打ち、流し打ち、粘り打ち、
神の手内野安打守備職人で、この辺も、まあ、ちょっと選球眼が1個ぐらいもう1個上げたかったんですけど足りなかったっていう感じです。もしあれやったら覚醒で上げてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。リクエストありがとうございました。もしあれやったら高評価チャンネル登録いただけると幸いです。次回もまたリクエスト選手を作成しますので、その時はよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。